9月に14歳の誕生日を迎え、ようやくジュニア大会への出場資格を得た浅田真央。華麗なトリプルアクセルで早くも世界の頂点に立った。姉の浅田舞と共に名古屋の最強姉妹と呼ばれる天才少女。夢はもちろんオリンピックの舞台。そしてプロスケーターになって世界中に回りたいです。残念ながらトリノオリンピックへの出場はできないが、その才能に早くも世界が注目している。前回の全日本フィギュアでは8位。今年その未知なる力は花開くのか。自分の持ってる力を全部出し切れるように頑張りたいです。体調はバッチリです。笑顔でリンクの中央へ。名古屋市内の中学校に通う2年生14歳はトリプルアクセルを跳ぶんです。浅田真央、今年の全日本選手権の最終滑走者。フリースケーティングはロッシーニ、風変わりな店。この店の一番のおすすめは3回転半です。さあまず最初のそのトリプルアクセル、見事に着氷も決まりました。ウィークエンド、まずは3回転半を決めるところから始まった14歳の4分間。全日本選手権はおととしが7位、去年は8位。今年はもちろんその上の成績を望みたいですと言っていますが、もちろんここまで優勝争いに絡んでいます。コンビネーションも見事鮮やか。八木沼さん、はい、軽やかですね。もう最初言葉もありませんでしたが、もう本当に滑るのが楽しい。試合の緊張感を楽しんでますね。名古屋では伊藤みどり選手を育てた山田真知子コーチのもと練習に励みます浅田。まあ、佐藤さん、山田コーチもこの浅田真央選手、天才スケーターなんだというふうに言うわけなんですけれども、天才たるところっていうのはどの辺にあるんでしょうか。そうですね、浅田選手も、静香選手ですね、荒川静香選手と同様、ジャンプだけではなくスピン、滑ること、ステップ、演技力全部整っているという選手だと思います。全日本ジュニアでも優勝、そしてフィンランドヘルシンキで行われましたジュニアグランプリファイナルでも、まあ、共にトリプルアクセルを決めて優勝を飾っている浅田真央です。まあ、ですから佐藤さん、このジャンプだけではないんだぞというところなんですよね。そうですね、やはり最近もう時代が変わったというんでしょうか、飛ぶだけの人はたくさんいます、はい、ただそれプラスどのように演技をしてスケートを表現していくかということが大きな課題になってますよね。八木沼さんね、去年よりも身長が5センチほど伸びて、はい、現在は153センチ。まあ、山田コーチに言わせると10センチぐらいは伸びたんじゃないかと言われるぐらいの成長ぶりらしいんですけれども、いや残念ながらただ年齢的な制限でトリノオリンピックは出場することはできないんですよね。そうですね、その次のオリンピック4年後のを目指してもらいたいと思うんですけれども、でもその4年間という長い、そして短い、長くて短い時間があればもっと完成された浅田選手を見ることができると思うので、に向かってさらに頑張ってもらいたいですね。浅田真央選手には2つ上のお姉さん舞選手がいます。その舞選手のように身長もこれからもっともっと伸びて
そして伸びやかで大きなスケーティングができるような選手になりたいんだという夢があります。思いっきり、そしてこのリンクの中を妖精のように駆け回った4分間の浅田真央。いやー、国分さん、はい、トリプルアクセルも見ることができました。いやー、すごいですね。本当に演技があるときは大きく見えますし、はい、このお姉さんたちの中に入っても堂々とした演技、すごいですね。はい、国分さんね、はい、今年の全日本選手権の締めくくりの演技ですよ、はい、14歳の女の子が、ただ自然となんか演技を見るときは笑顔になりますね。あ、なるほどね、浅田選手の場合は、はい、さあキスアンドクライへと戻ってきました浅田真央選手。改めて最初のトリプルアクセルですね、はい、ほとんど成功。いや、もうガッツポーズも小さくですが出てましたね。はい、もう本当に練習と変わらず同じように試合でも飛んでいました。非常にいいスタンスで飛べたと思います。まあ、ただそのジャンプ3回転3回転、そしてまあコンビネーション、いろいろな5種類のトリプルジャンプの成功だけではなくてですね、でその新ルールですと、その他のスケーティングのつなぎであるとか、演技の音楽の表現でありますとか、そういうところも点数として、加算されます。はい、まあ、そういった意味でもこの浅田真央選手のプログラム、それからスケーティングテクニックはとてもつなぎもスムーズでしたし、良かったと思いますね。点数も高い点数が期待できるんじゃないでしょうか。山田コーチの隣でキョトンとした表情で、そして関係者に向けて笑顔で手を挙げて答える。まだまだこうして見ますと、あどけなさたっぷりというこの顔つきの中に、どういった評価が下されるんでしょうか。さあ、浅田の得点が出ます。テクニカルエレメンツ 50.56、 そしてプログラムコンポーネンツ 55.80、 昨日のショートプログラムとの総合で 166.82 は2位。浅田真央3回転半を決めて、まあ、2位に飛び込む大健闘とこれは言っていいでしょう。しかしその一方で安藤、すごいびっくりしたし、すごい嬉しかったです。ただショートプログラムもフリーも本当に楽しそうにいい演技ができたと思うんだけど、どうかな。初めはすごいいつもより緊張したんですけど、滑ってるうちにだんだん慣れてきて、すごい楽しく滑れたし、すごいいい試合でした。